スーピーガワチャンピオンジェフリー、ワンピーガワチャレンジャーベネッサ、どんな試合になりそうですか？そうですね、スーピー側のプレイヤーですが、最近特に調子がいいみたいですから期待が高まりますね。なるほど、ミドルダブルハンマー決まった。ナイスジェフリー、体力が全く減った。ダメだ、ミドルキック。ここまでどうです？スーピー側のプレイヤーですが、コンボがよく決まっていて効率よくダメージを与えてましたね。そうですか、これで安心しないでとにかく攻め続けるしかないです。なるほど、上に当たった。ミドルキック、ダブルハンマー決まった。うわジェフリー、体力が全くダメだ。ミドルキック、エクセレント。セットカウントは0対2、非常に一方的な展開でしたが、さあスーピーがリーチですよ。第3ラウンドが始まりました。手に当たったミドルキック、ダブルハンマー、アッパー、畳みかける。うわ、手に当たったミドルキック。ジェフリー、体力が全く、チャンス、両者手が出ないか。リーグアウト。セットカウントは1対2、ベネッサ1本取り返した。巻き返しを図りたいですね。ファイト4Ready? 第4ラウンドスタート。距離を取る。ダブルハンマー、これがヒット。ノリノリですね。ミドルキック、どうした？様子を見てるのでしょうか。リングアウト。セットカウントは2対2、ベネッサ1本取って追いついた。さあ次が最終ラウンドですよ。第5ラウンドスタート。間合いを測って、ミドルキック、ダブルハンマー、アッパー、ジェフリー一気に畳みかける。体力が減っていない。ここからどうする？ミドルキック、エクセレント。劇的なシーンで幕を閉じてしまいましたが、これがあるからやめられない。勝利しました。 Try training next time!